頑張れ。キッカーズは、長井のりあきによる日本の漫画作品。また、それを原作とした、テレビアニメ作品。月刊コロコロコ,ロコミック、別冊コロ,コロコロコミック、小学5年生、小学6年生で連載された。1984年から1989年まで、月刊、コロコロコミック誌を中心に連載された、小学生による弱小サッカー部をメインに据え、 普通の少年たちが努力して、チーム全体が成長していく姿を描いた、サッカー漫画である。本作は、コロコロコミック編集部から、当時人気を博していた、キャプテン翼のようなサッカーものをやろうという企画が、持ち上がったことにより誕生したもので、菅谷光の下でアシスタントを務めていた、長江が描くことになった。別冊コロコロコミック1982年1月号にて、 読み切りのサッカー漫画、サッカーチャンプ原兵を発表していたものの、長井はサッカーの知識がなく、当初はこの企画に困惑していた。悩んだ末に高校時代に愛読していた千葉明野野野球漫画、キャプテンを手本に、たとえ敗れても何らかの経験を得る、超人的なプレーの必要ないサッカー漫画として描くことになった。1986年には、 第32回小学館漫画小児童部門を受賞。全日本少年サッカー大会の大会ポスターに起用されるなど、当時のサッカー漫画としては、キャプテン翼に次ぐ人気作品となった。また、この大会が10周年を迎えたことを記念し、サッカー少年にアピールすることを目的として、同年10月に日本テレビ系でテレビアニメ化された。 放送開始当初の1986年秋には、先番組、ドリモグダと共に本作が掲載されている、番組広報の下敷きが反布され、4日本テレビの版権表示も明記されている。2002FIFA ワールドカップ開催記念として、愛蔵版として、再発刊され、2006FIFA ワールドカップの時には、開催記念として、株式会社、GB より、 南洋戦が完全収録された、熱湯編と西山戦が完全収録された、涙の友情編が GB ベストコミックスとして出版された。長井は本作終了後、直接の関係はないものの、1992年に放置新聞史上で目指せ、ワールドカップキッカーズ2002を発表している。単行本は1993年に、 小学館 J リーグブックスにて発売された。なお、本作の主人公である、第一章は、フランスやイタリアでは、ルディという名前であり、フランス版では、バットポアールディ、イタリア版では、パラアルチェントロパールディという作品名である。名門、清水が、岡 FC の補欠だった、第一章は、北原小学校へ転校し、北原キッカーズに加入するが、 キッカーズは公式戦未勝利、練習試合も連戦連敗中の弱小チームであり、キャプテンの本郷マサルやイシーケンタをはじめとした、部員たちはサッカーへの情熱を失っていた。ショーの熱意もあって、キッカーズは、県下の強豪、南洋 SC との練習試合を行う運びとなるが、ゴールキーパーの上杉光や、南洋サンバガラスを要する南洋の前に、 前半戦だけで12点もの失点を重ねてしまう。後半戦では互角の勝負の末に、上杉から執念の1点をもぎ取るものの、試合は結局1から12の大差でキッカーズの敗北。この対決を通じて取り戻した情熱と悔し涙こそがキッカーズの本当の意味でのスタートとなった。重い事情を抱えた水島亮を要する西山 SSS との退場者を、 出しながらの練習試合や、章の古巣である清水が、岡 FC といった強豪チームとの対決を通じて、部員たちは成長していく。やがて全日本少年サッカー大会地区予選が、始まると、キッカーズは1回戦で前回大会ベスト4の白鵬イレブンと対戦。鉄壁の守りを誇る戦術に苦戦するが、北原章の各運動部との特訓の成果を発揮して、 3から2と逆転し、公式戦初勝利を収める。続く2回戦、海力漁師チームの紫 SC を PK 戦の末に破ったキッカーズは、勢いに乗り、ついに決勝進出を果たした。優勝を争う相手は、初戦で西山 SSS を下した南洋 SC。試合は、一進一退の攻防を続けるが、後半に入ると南洋が自力を見せ1から3とリード。 キッカーズは本郷を中心とした守備で内容の構成をしのぐと試合終盤に反撃に転じ1点差に詰め寄った。しかしショーがアディショナルタイムに上げた得点は認められず試合は2から3のスコアで終了。キッカーズは敗れ全国大会出場を逃した。その後キッカーズとの試合で肩を負傷した上杉はストライカーに転向することを決意し本郷や 西山 SSS の水島兄に同じ中学でプレーすることを提案する。本郷が卒業し、新キャプテン、健太の下で活動を始めた新生キッカーズには、キーパーの一ノ瀬金時をはじめとする新メンバーが加入。個性あふれる様々なチームとの練習試合を経て、2年目の少年サッカー大会へと挑んでいく。1回戦は、優勝候補筆頭の三角は FC との対戦。 小学生離れした、個人能力を有する天道を抑えきれずに苦戦するが、かろうじてこれに勝利すると勢いに乗り、2大会連続での決勝進出を果たした。対戦相手は準決勝で、南洋 SC を大差で下した、西山 SSS。そこには、水島武氏の弟、スケが病気療養から復帰し、さらに章の清水が、岡時代の先輩である新明治が加わっていた。 試合は、スケの多彩なプレーと新行事の剣士を軸に、西山が優勢を保ち、前半終了間際、ついにキッカーズはゴールを割られてしまう。しかし後半、キッカーズは、執念で同点に追いつくと、さらに章のトリックプレーからのシュートで勝ち越し点を挙げて、試合終了。念願の大会優勝、全国大会出場を決定し、 人々からの声援と期待に包まれたキッカーズの姿と共に物語は幕を閉じた。単行本は伝統虫コミックスで全20巻刊行。コロコロ本誌での連載エピソードの合間に学年誌文のエピソードを挟み込む構成となっている。各エピソードはシリーズごとに一本化されており、その際には連載時の扉やあらすじ紹介部分はカットされ、過失修正が行われている。 本郷とな人が卒業する会は、連載時から結末が丸ごと変更された。2001年、ワンツーマガジン社より、テントウムシコミックスにて未収録だった話を含む完全版として、全6巻が刊行された。未収録話は第6巻にまとめられ、原作にはない作者が描いたイラストとメッセージが載っている。 原作は全日本少年サッカー大会地区予選で優勝を果たし、読売ランド行きを決定して終わるが、愛蔵版では徹也が転校することになって終わる。作者によれば連載当初は、翔や本郷といった主要人物に人気が集まったが、全日本少年サッカー大会地区予選の何を、SC 対西山 SSS 戦で生きることをテーマにしたエピソードを掲載したところ、 読者の大きな反響を呼んだという。このエピソードを描く際に主役のキッカーズがほとんど登場しないため、担当編集からは、掲載に反対をされたが、命の危機にさらされた人物をめぐる登場人物の心の動きをしっかりと描きたいとして押し切ったという。プロサッカー選手のハリトリュウジは2008年に行われた安田理大との対談において、キャプテン翼ではなく、頑張れ。 キッカーズ派だったと発言している。一方で、ハリトの後輩にあたり8歳年下の安田は、ンさん、俺は逆にそれ知らんねんと発言している。1986年10月15日から1987年3月25日まで、日本テレビ系他で放送された。全26話が制作され、放送されたのはそのうち23話。 放送時間帯は、水曜19時30分20時。前述のように、全日本少年サッカー大会の10周年、記念作品という位置づけである。アニメ化に際しては、1960年代に日本テレビ系で放送された、これが青春だに代表される青春ドラマの古典的な演出法が取り入れられた。そのため、典型的なスポーツ漫画である原作に対し、 アニメでは全体に学園ドラマ的色彩が強く、物語の軸となるキッカーズの選手たちが成長していく過程だけでなく、原作には内省の家族や女子キャラクターが多数登場し、翔や本郷と女子キャラクターとの恋愛も描かれた。その他のメンバーにも、小端秀夫は気が弱い、大高守は母親と二人暮らし、野口学は金持ちの息子で理論派。 小賀信介はおとなしく無口、浜本直人は関西弁を話す明るい性格、などのオリジナルの設定が追加され、その一部は原作にも逆輸入されていった。それぞれの選手にスポットを当てた話も作られた。また、水島兄弟が、助が兄で、オスが弟という原作とは逆の設定になっている。アニメ放送開始時の原作は、最初の地区予選が、 家境に入っていた頃であり、アニメ版も原作に、ほぼ追いつく、形の南洋戦の敗北で締めくくられた。アニメ版を制作したピエロの公式サイトでは、視聴対象である子供たちが共感できるように、配慮した個々のキャラクターの生活風景まで描き込んだ、ドラマ性と、選手の動作を細部まで、丁寧に描写したリアルな、試合シーンが、作品の魅力としている。一方、 23話では、南洋 SC の選手が得意とする、トライアングルフォーメーションについて、3人が次々に空中高く飛び上がり、横一列の体形から前方宙返りを繰り返して、キーパーを減惑するなど、奇想天外なプレイとして描いている。また、既存のスポコンものに習い、南洋 SC の上杉が主人公の章の宿命のライバルとして位置づけられている。なお、 一部の資料において、原作での上杉は1話限りの登場。原作では一度の試合で消えると記されているが、原作では1985年5月発売の第1巻、1985年6月発売の第2巻、1986年4月発売の5巻、同年7月発売の6巻に登場するなど、同年10月の放送開始前にも頻繁に登場している。 公式戦未勝利で22連敗中の北原、キッカーズに大地賞が加入し、キャプテンの本郷勝ると共にチームを牽引して、初勝利を目指す。賞は南洋賞の上杉光と対決しライバル関係となるが、一方で、上杉の妹の秋菜と出会い、恋にスポーツにと忙しい学園生活を満喫するのだった。1988年に出版された、 TV アニメ25年史は原作にない女性キャラの登場などもあったが、基本的には原作に忠実な内容だった。サッカーの試合なども手堅く描写しており、演出のメリハリで見せるキャプテン翼とは対照的であったと評している。一方、脚本を担当した聖国伊佐は、打ち切りの決定した直後のアニメージュ1987年4月号において、 この作品が全く理解できない。流行の絵からは、外れ、主人公は脳天気。なぜアニメ化をするのかと真剣に悩んだと前置きをした上で、それでも作品に関わるうちに少しずつ愛着が湧いてきたと評している。1987年3月限りで放送終了となったが、特番の関係で放送されなかった第15話は、同年8月26日に、 スペシャル枠で打ち切りのために未発表となっていた3話分のエピソードは1988年1月5日に頑張れ。キッカーズスペシャル一人ぼっちのエースストライカーとして放送された。DVD ボックスには TV で放送されなかった未放送分の3話が収録されており全26話が完全収録されている。なお、裏番組のメゾにコ刻は主題歌の歌手が 本編とは無関係であり、オープニング主題歌を歌った斎藤由貴は実写版で大人し京子を演じていないどころか何のキャストも演じていない。これとは逆に頑張れ。キッカーズは主題歌の歌手が何らかの形で本編にも出演する数少ない作品の一つであり、オープニングとエンディングの両方の主題歌を歌った西村智美が女子サッカーチーム。 立花パープルズのキャプテンとして本編にも出演している。本作以外で主題歌の歌手が何らかの形で本編にも出演する作品は、堀江光子が主演の作品か絵乙女ポリアンナ物語から、昇降シセリまでの世界名作劇場シリーズなどがある。放送系列は放送当時、放送日時は個別に出展が掲示されているつぼねを、 のぞき1987年2月中旬から3月上旬時点のものとする。ありがとうございます。